皆さんこんにちは。イカ研究所の研究員です。スプラトゥーン2、楽しんでいただいていますか？私は今、海風が心地よい南国のリゾートでバカンスを楽しんでいます。というのは冗談で、この背景は近々スプラトゥーン2に追加されるアップデートコンテンツです。本日は皆さんに3つの新しいお知らせをお届けしたいと思います。まず1つ目に、この新しい対戦ステージ、港に浮かぶ帆船の上で縄張りバトルやガチマッチが繰り広げられます。3本の巨大なマストとその周囲に張られたネットの挟んでの攻防がこのステージのポイントです。次に2つ目は、新しいスペシャルウェポン、バブルランチャーをご紹介しましょう。バブルランチャーは大きなシャボン玉を3発まで発射することができます。このシャボン玉に味方のインクを浴びせ続けると爆発を起こし、相手を巻き込んで倒すことができます。反対に相手のインクが当たり続けると爆発せずに消えてしまいますが。そして3つ目は、新しいサーモンランのステージ、海上集落シャケトバです。かつては住民が暮らしていましたが、海面上昇によって取り残された廃墟が舞台となっています。